WN100系スペーシア X が公衆輸送されました。JR 貨物は、今月5日から、明日7日にかけ、WN100系 N101 編成、N102 編成を、下松から栗橋へ公衆輸送しました。スペーシア X は、浅草駅と、東武日光、鬼怒川方面を結ぶ新型特急です。コネクト、アップダタブル、その日と、その時と、つながり続けるスペーシアを車両コンセプトとし、日光、鬼怒川エリアへ幾度も訪れたくなる特急を目指します。車両のカラーは、日光東照宮の柱などに塗られる、古墳をイメージした白色で、先頭車両の窓は、六角形で X が連なるようなデザインとしています。今年7月15日に営業運転を開始する予定です。この第1編成、第2編成の6両編成2本が、今月5日に日立製作所笠戸事業所を出場しました。そして、EF210 型、DD200 型の牽引により、3日間にわたり、下松から栗橋へと公衆輸送されました。東武鉄道によると、新型特急、スペーシア X は、2023年に2編成、2024年に2編成の計4編成が製造予定だということです。これで、3月6日の KAB ニュースを終わります。